していきましたのでゼッケン17番の選手岩崎選手がスタートしましたね。この選手は新潟県の選手、DRZ 400SM DRZ 400SM で走っております。さあゼッケン16番は、早野選手、ね、早野選手がスタートしました。埼玉県の選手です。車体はスパーダですが中古で買ったら高速だった、もしかしてエンジンは VTR なのかも、あと FC の顔をつけてたっていうコメントもありますね。ただいまのタイム2分11秒。ミッション変えてるんでしょうかねこれね、自動的に変わったんですか、まあ、それではちょっと分かりませんけどね、なんだろう、こうなってたっていう感じですね。さあ、ゼッケン15番ですね、秋山選手がスタートしました。秋山選手は、栃木県の選手、VG250 スパーラーですね、で走